東京家政大学附属女子中学校、高等学校は東京都板橋区下が一丁目にある私立女子中学校、高等学校。似た公明の東京家政学院中学校、高等学校とは系列関係にない。冬服、夏服、生火服と分類されていて、冬服はブレザーセーター、またはベストスカート、夏服はセーター、または ベストスカート、聖火服は白襟に、紺の一本線の入った、セーラー服紺無地のスカート。冬、夏服のリボン帯と、聖火服のネクタイは、高校が、紺、中学が園児色となっている。オプションで、冬、夏服のチェックスカート、水色のワイシャツ、紺セーター、白セーター、白ベストがある。清掃は、紺無地を使用するのが決まっている。靴下は白、紺、 黒タイツも、使用化。黒タイツ以外すべて学校指定である。交渉全体のコバルト色の台は、古代の騎士が用いた盾をかたどっている。上部には燃え立つかがり火。下部には羽を広げた白羽と廃する。盾は身を守りつつ前進するための武器であることから、強固な意志を表す。四方の闇を照らすかがり火は、英知と、聡明を、燃え立つ炎は、真心と情熱を、 大空に羽ばたく白鳩は自由と平和を象徴し、かつ純潔を意味している。など、ありがとうございます。